雲泉寺駅中間地点鉄道事業免許証とリニューアル前の車両リニューアル前の車両別府楽天地ケーブル線は大分県別府市の雲泉寺駅から落つ現駅までを結ぶ株式会社楽天地が運営するケーブルカー路線である大分県別府市の立石山中腹にある遊園地楽天地への入園者輸送のためのケーブルカーで 遊園地と共に株式会社楽天地が運営している。遊園地、楽天地及びケーブルカーは1929年に開業した。1954年からは別府国際観光が運営していたが、経営難に陥ったため、2003年11月に大阪市に本社を置き、遊具機械の製作、再生及び中古遊具による遊園地の再生事業を手がけている。 岡本製作所に営業譲渡され、遊園地は別府アンダー楽天地となった。しかしその後も来園者数の減少に歯止めがかからず、2008年7月に岡本製作所が別府アンダー楽天地からの運営撤退を表明し、譲渡先が決まらなければ8月末で閉園するとしていた。同年8月18日までに大分県大分市に本社を置く不動産、 観光事業が愛車九州観光ホームグループに事業譲とすることで両者が同意し、9月1日以降も営業は継続されることになったものの、11月上旬になって事業譲と交渉が白紙に戻され、11月30日を最後に遊園地ともども営業を休止することになった。岡本製作所は別の企業と譲渡交渉を行っていたものの、鉄道事業法に基づく、 許可の必要なケーブルカーの譲渡が難しく、自社で営業を再開することを決定した。2009年のゴールデンウィーク前の再開を目指していたが、当初の予定より遅れて7月18日に楽天地としてリニューアルをオープンし、同時に車両の前面部分は近鉄イコマケーブルを思わせる犬と猫を模したものに模様替えされた。2018年6月1日、 岡本製作所は楽天地の事業を株式会社楽天地に会社分割し、株式会社楽天地は地元でガソリンスタンドなどを展開する西石油グループに事業譲とされた。2009年のリニューアルで全面を FRP 装飾で模様替えした車両は一般募集で愛称が決められた。2010年4月25日に その命名式が行われ、県内外から寄せられた694通の応募の中からドリーム号とメモリー号の愛称が付けられた。リニューアル前の車両には1号車には、スター2号車にはライトの愛称が付けられていた。別府国際観光の運営末期は1号車が、白鳥2号車がパンダの愛称だった。二千十九年六月三日限りで犬の ドリーム号と猫のメモリー号としての運転を終了した。2020年3月以降に新しいデザインにリニューアルされる予定である。台車は1951年製で2000年に近鉄イコマケーブル宝山寺1号線の1928年製の車両が置き換えられて以来、日本で現役最古のケーブルカー車両用台車となっている。なお、 車体は1974年にアルナ後期で製造されたものに乗せ替えられており、全面装飾を施された時も車体は変わっていない。20分ごとの運転で所要時間は3分。脱客時は臨時便が運転される。救援日運休。一般の旅客がケーブルカーのみに乗車することはできず、遊園地の入園料も必要となる。ただし特例として、 山頂側のオツ、原の住民と、その関係者は運賃のみでの乗車が可能で、本来の鉄道としての役割も担っている。楽天地下のメインゲートからの入場料金は大人1300円、小人600円にケーブルカーの往復運賃が含まれている。楽天地上部のオツ原ゲートからの入場料金は大人1100円、小人500円で、ケーブルカー運賃は含まれておらず、 ケーブルカーには乗ることはできない。リニューアル前までは遊園地の各アトラクションと同一の扱いで、別府アンダー楽天地はすべてのアトラクションが1回300円であったので、ケーブルカーも1回300円であった。遊園地乗り物券を1枚使っての片道利用であった。ただし、一般客が利用するには600円の入場券が必要であった。ビートクトクパックという 乗り物券4枚で1000円の割引ギップが発売されていたので、ケーブルカーだけを体験乗車するときなどは、2枚を入場料金に使用し、残り2枚をケーブルカーの往復乗車用に使用できた。雲泉寺駅四つ原駅国土交通省届出場の駅名は、それぞれの駅の所在地名から、雲泉寺駅、四つ原駅となっているが、各駅に駅名が書かれたものはなく、 案内状も駅名は使われていない。時刻表などでは、山麓側の雲泉寺駅を楽天地下駅、山頂側のおつげに駅を楽天地上駅と表記している。ありがとうございます。